はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、さあそれではね、今日紹介するデッキは、まあ、ランク戦用にちょっと作りましたオルゾフフレンズということで、はい、今ね0時の動画でガチランク戦、ずっとディミーアフレンズやってるんですけども、まあちょっとやっぱ厳しいところもあったりするんで、まあちょっと白足していこうかなということでね、まあエスパーいかんと先にオルゾフちょっと作りました。でまあ多分次エスパーもやると思うんですけど、まあとりあえずフレンズ3つのデッキ作ってランク戦頑張っていこうかなということでね、はい、とりあえず今回はオルゾフフレンズです。まあ、序盤はね引き釣り目よろめっかい、まあ、いつも通りなんですけども、まあ、消失の宿やら忘却の儀式やら、まあ、そこら辺使いながら、まあ、あとはその後はもうひたすらフレンズでアド取っていくっていう感じですかね。まあ、今回は雪上の結婚4枚採用してるんで、結構クリーチャーデッキには特に強いかなと。国別も1枚入ってますしね。はい、まあ安定して回ってくれるんじゃないかなと思います。土地の枚数は24枚ですね。まあまあそこら辺もなんだかんだよろめく回と引き釣り目でうまいこともあるんじゃないかなと思います。さあそれでは早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。はい、引き釣り目ターン終了。さあ自然主義者が来た、まあ、とりあえず殴るか。さあ確実に消していこう。まあ、とりあえず環境科学でいいかな。そうきたか。さあ引き釣り目と土地出してターン終了。さあ自然主義者噛みつく相棒が来た。はい、ここどうしようかな。こいつ倒しても仕方ない気もするんだけど、まあでもいいか。さあダック。さあ忘却の儀式。
さあ、月恵みのクレリックがまた来た。さあ、環境科学。ターン終了。さあ、自然主義者が出て噛みつく相棒。虐殺事件 X2。 めっちゃ相棒出てくるね、噛みつく相棒が。さあ、ロルス。さあ、2、1トーク2体出します。ターン終了。ロシアの崩落。プライチカウンター1国。はい。さあ、命取りの論争。さあ、カードを引きます。さあ、アタック。さあ、よろめく回出してターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。よろめく回出してターン終了。さあ、アタック。さあ、論争。まあ、ここ倒しとくか。さあ、エドが。さあ、引き釣り目。さらによろめっかい。さあ、婚礼の発表、アタック。
さあ、ガンガン攻めていきたいところですね。ただ相手のライフがもう24まで上がっちゃった。きついな。さあ、引き釣り目が出てきて、何のあれも変わらんな。どうしましょうか。とりあえず殴る？さあ、婚礼の発表、さあ、アタック。まあ、引き釣り目出しますか。さあ、カード2枚引く。さあ、環境科学か。ライフめっちゃ回復するな。アタック。ターン終了。さあ、悩んでますね。何だろう、何が来る。魂の粉砕。エドガーがやられるのかな。あれ違った、ロルスがやられた。まあ、でもこれはもう殴れだよね。さあ、ロルス。カード引く。土地出す。ターン終了。別に動向ないけど、とりあえず生贄捧げるか。
アタック。さあトークン出します。ターン終了。さあもうこのまま押し切りたいですね。さあ消失の宿。さあアタック。さあ虐殺実験 X3。 はい、対戦ありがとうございました。あれ、向こうも虐殺張ってるからダメじゃないか。いけるんか分からんけど。さて7枚でキープ。緑ときたか。引き釣り目からいきましょうか。うん緑でミドターンですよね。さすがにもうとりあえず殴っていく。さあ忘却の儀式、環境科学を持ってきてターン終了。かなり湧いて重たいのかな。さあ環境科学、沼持ってきます。引き釣り目とよろめく回、ターン終了。さあオランリーフのなんでこれっていけたっけ。ブロックしてマイナス与えていけたんだったかな、忘れたよ。どうだっけ。あ、ダメだったね。さあソリン出してターン終了。このマイナスとのやつがなんかいまいちやっぱねピンとこないね。ダメージとマイナスが、いやー、もうブロックしない。
さあ、忘却の儀式。まあ、環境科学ですかね。まあ、一回殴られるけど、次土地引いてくれたらかなり楽なんだけどね。まあ、ここはしゃあない。さあ、土地来い。残念、土地が来ない。さあ、情け無用のケイヤを出して追放していく。さあ、土地来てほしい、土地来てほしい。うん。なんで2マナ残したんだろう。豊穣の碑文とかかな。さあ、土地来い。よし、土地来ましたね。雪上の結婚、すべてのクリーチャーハッカーいい。さあ、ソリン、同君出して単狩猟。さあ、カザンドゥのマンモス。さあ、アタック。ターン終了。さあ、ハイドラの巣がクリーチャー化するんであれば消失の宿ぶち込みたいですね。ただ、さっきからこのマナを2マナ残すのが何なんかよくわからん。2マナ、1マナじゃなくて2マナ。とりあえずちょっと触りに行くか。消失の宿。ああ、豊穣の碑文だ、当たってましたけど。うん。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。ターン終了。さあ、引き釣り目を出してターン終了。おお、なるほど、そうくるか。さあ、アタック。忘却の儀式。まあ、環境科学かな。
もうこうなると負ける気がしないっすね。さあ、アタック。ターン終了。さあ、調和の降り手か。さあ、アタック。まあ、エドが行きますか。マジか。それはちょっと想定外だったね。さあ、真っ白。まあ殴らんでいいか。さあ、ブロックしない。さあ、アタック。さあ、情け無用の軽野で追放していきます。違うな、先に殴れたね。さあ、アタック。さあ、雪上の結婚、全てのクリーチャーを破壊する。さあ、自然主義者が来たけど、はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。オルゾフコントロールということで、はい、ね、今ガチランク戦で使ってるディミーアプレーンズウォーカー、ディミーアフレンズか、まああれと一緒にまたランク戦で使って行くんじゃないかなという感じの手応えでしたね。はい。まあ、この後エスパーとかもやっていくとは思うんですけど、まあ、その3つ、今回フレンズ、ちょっと待って、名前変えるわ。オルゾフプレ、フレンズに変えとこう。そうですね。フレンズのデッキ3つ作って、ディミーアとエスパーとオルゾフと、まあ、それを使い回しながら、今月ちょっとランク戦頑張っていこうかなと、とりあえずね。まあ、他のデッキも使うかもしんないですけど、まあ、かなりプレーンズウォーカーが面白いんで、はい、そこら辺でやっていこうかなと思います。はい、まあ、そんな感じで、フレンズ好きな方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。